はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉の久喜市に来ております。久喜市に来るのも久しぶりなんですが、本日ですね、訪れているお店さんもだいぶご無沙汰でございます。僕の後ろに見えております、桐生さんという二郎系のラーメン店に訪れております。こちらの桐生さんはですね、僕の動画でも何度もお世話になっておりますし、通販の方でも自宅で購入して紹介したりと、いろいろとこのラーメンをね食べてきてはいるんですけれども、確かこの桐生さんに動画で行ったのが数年ぶりだと思うんですよ。でしかも本日訪れておりますこちらの久喜店さんはオープンしてからね、僕もまだ来たことがなくて、本日初ということで、いや久々ですから桐生さんを満喫したいということで、もちろん柱メニューとなっておりますそのラーメンだけではなくて、夏季限定で販売しているつけ麺や冷やしの混ぜそばなど3種類のラーメンをいただいていこうと思います。でこちらの桐生さんなんですけれども、いわゆるあの二郎系にあるトッピングのコールとかあるじゃないですか、野菜増しとか油増しとかね、そういったものに関しましてはですね、事前に、オーダー用紙に記載して提出するような感じで、初めての方とかでもね分かりやすく注文できるシステムにはなっているので、頼み方などもご紹介しながらですね、本日はラーメン食べていこうと思います。すみません、今回ですね、注文の方法を事前に動画でご説明しようと思ったんですけれども、オープン直後にね撮影にお伺いしたので、やっぱりお客様も並んでいたりとか、食券を購入する列ができている状態でしたので、もともとはこう食券機の前で動画を撮りながらね説明しようと思ったんですけれども、今回はこう写真を添えて、口頭でですね説明させていただきたいと思います。でまずですね、こちら券売機が電子券売機となっておりまして、ラーメンや混ぜそば、つけ麺と、まあ、カテゴリー分けされてですね、分かりやすく、表示されておりますので、気になるメニューをタッチしていただいて、まずは購入をしてください。でその後にですね、このトッピングのオーダー用紙が、券売機の横にございまして、お好みの野菜、ニンニク、油、辛め等ですね、メニューによってももちろんつけ麺だったりとか混ぜそばだったりとか無料トッピングが違うんですけれども、必要なねトッピングを記入して、食券とともにですね、お店の方にお渡ししていただければと思います。これねかなりわかりやすい、二郎系にね行かないお客様でもこう親切設計というか、安心してね注文できる形となっておりますので、ぜひですね皆様のこの桐生さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日ですね、一杯目いただきますメニュー到着いたしました。こちら一杯目いただきますのがラーメンの特製ということで、今回ですねメンマ消化していただきました。腕前で 600g 入っております。そしたらですね、早速こちら出来立てをいただきます。まずねちょっとスープからいただきます。あ、うまい。いや、この久々のスープ最高だね。うまっ。ちょっと麺いっちゃいますか。いいよ。やっぱこれだ、数年ぶりに食べたけどこれだ。このパンチよ、たまらんね。せっかくね特製にしたんで、この辺りでチャーシューいきましょうか。またチャーシューもさ、大きくてうまそうでしょ。うまっ。いやこれね、茹で前で 600g 入ってるけど一瞬でなくなりそうだわ、うますぎる。2人で野菜絡めてね、やっぱりねこの野菜絡めるとまた一段とうまいから。
もうそろそろですね、このラーメンもなくなりそうなんで、この辺りでトッピングさせていただきました生卵を絡めてこのラーメン食べていこうと思います。これでいかがでしょうか。あ、これ絶対うまいね。味のあるスープに生卵のまろやかさ、最高っすね。という間に麺具材ほぼないです、いやこれはね一瞬でね食べきっちゃうのよマジで。したら一杯目のラーメンごちそうさまでした。いやこちらね本日食べに来てるのは茎店さんですけれども、もともとね本店さんの方もオープンからずっと大人気行列店、それぐらいですね本当に美味しいラーメンを提供していまして、一口目からズドンとパンチのある豚の旨味、これがね詰まった一杯なんだけれども、ただ乳化しすぎてるわけではなくてちゃんとね微乳化で整っているので、油とお肉の旨味っていうのが本当に凝縮されて満足感のあるですね、もう最高この一杯なんですけど、数年ぶりにね食べに行きまして、そのね満足感喜びっていうのは全く変わっておりませんでした。これはねちょっと次のつけ麺も楽しみです。うまいんだよつけ麺も。ということで本日ですね2杯目こちらつけ麺到着いたしました。こちらのねつけ麺の方も麺は茹で前で600入っております。これを食べたらですね、本日 1200g の茹で前の麺ということで早速ね、いただきます。やっぱりね、キリムさんは本当に麺もうまいから、つけ麺頼んだらこの麺だけやってみて。そしたらつけ汁の方に行っちゃいますか。これ見えるかな、このつけ汁の絡み具合たまんないよね。今回ねこれトッピングの魚粉とかもいろいろ混ざってるんで、徐々につけ汁につけていただいちゃいましょう。キリュウさんのつけ麺は冬とかには食べれないんですよ。夏季限定、あったかくなってきて食べれるんでね、ぜひ販売時期を迎えたらこれもねちょっとみんな食べてください。めちゃくちゃうまいけど、さっきのラーメンよりも器がちっちゃいのにさ麺量多い気がするな。吸っても吸ってもね、このボンがねなくなっていかないのよ。まあこんなうまいもんがさずっとすすれるのは幸せは幸せなんだけどね。
少なくなってきましたので、ここで追加でトッピングしました。海苔ですね、高級海苔、こちらもあえて少しね、最後の方は味変していきたいと思います。皆さん、ひたひたで染みた海苔麺くるみまして、こうよ、うわうまそう。やっぱりね、このひたひたに染みた海苔が最高にうまいわ。最後食べ終わるとこんな感じで可愛いキャラクターが出てきますので、ぜひね、皆様もこれ楽しんでください。この子出てくるとね、なんか食べきったなって感じがして嬉しいのよ。そしたらただいまですね、2杯目のこちらつけ麺完食させていただきました。このタイミングでですね、これ店頭にある自販機で買ったものは持ち込みができますので、大好きな特茶で小休憩を挟みたいと思います。到着いたしました。本日最後にいただきますメニューがこちらでございますね。冷やしの混ぜそばということで、撮影現在ではまだね、販売していない、これから販売する予定のメニューみたいなんですが、こちらもですね、夏季限定ということで、夏にはね、ぴったりの冷やし混ぜそばということなんで、早速ですね、こちらいただきます。これ無料トッピングが珍しくて、トマトとかラー油とかがあってね、辛酸っぱい感じになるのかな。これ絶対夏にはうまいね。でもこれ今のうち断言しときますわ。この動画見たらこの混ぜそば食べたくなると思うんですよ。絶対。もう混ぜてる段階でうまそうだから。ただ実際にはね、多分動画公開の時にも販売してない可能性がございますので、Twitter のね、クキ店さんのアカウントなんかを見ていただければ確実に販売時期がわかるかと思いますので、合わせてチェックしてみてください。じゃあちょっと、いただいちゃいますか。ふふじゃねえや。これ冷やしだ。うまっ。これ一言で表すなら、キリン式アラビアータだね。ブロートッピングのトマトも入れてるからなんだけど、アラビアータのね、トマトの酸味に効いた味わいなんだけど、二郎系っていう部分しっかりと残ってるね。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。これ最後のパンチ力すごいわ。お腹いっぱいになってきました。そしたらこれが最後の一口です。マジで今日撃沈するかと思った。うん、ああ、はい、ということで、ただいまですね、キリさんで3杯食べてきましたが、ちょっとどう、パンパンです。
ラーメンが茹でまで 600g で、つけ麺が 600g、 最後にいただいた混ぜそばが 300g と、合計ですね、茹で前で 1.5 キロ食べる予定だったんですが、ちょっと増やしといたからと店員さんにもね言われまして、何キロ食べたか分かりません。もう腹いっぱいでございます。やっぱりね、久しぶりでしたが、ほんと美味しかった。オープン直後ってこともありますが、ひっきりなしにお客さんを訪れてまして、やっぱりね、変わらず人気店でございました。なかなかですね、普段二郎系に行かない方って、いつオーダーを言えばいいのとか、難しい部分、わからない部分あると思うんですけれども、桐生さんはまあわかりやすいようにね、そんな感じでね注文ができますので、心配せずにぜひこの桐生さんで食べてみてください。またですね、日によっては券売機には売ってなくても現金メニューとしてカウンターの上の方に、本日は何百円でこれが買えますよみたいな現金オーダーなんかもあるので、来店した際にはですね、そちらも確認してみて、気になる自分の好きなですねカスタマイズをして美味しいラーメンを食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、腹いっぱい。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。久々の桐生さん、やっぱり最高にうまいね。本当にここだけしか味わえない濃厚なんだけれども、この豚だしっていうのかな、微乳化、非乳化のようなこう出汁の味わいも含まれた美味しいラーメンですので、ぜひですね皆様にもこの桐生さん行っていただきたいなと思います。で、本日ですね、雑談コーナーということで、前回ね、久しぶりに家で自分で料理をしてみたいな、そんなね動画を投稿させていただきました。で、ちょっとね、このシリーズ、まあこれをねシリーズ化していきたいなと思うんですけれども、まだねちょっとこの撮り方とか編集の仕方っていうのが試行錯誤してる段階なんですよね。やっぱりコメントの方でも多くいただいたのが、こう ASMR ぐらい咀嚼音が強かったと、ちょっとね苦手で見れませんでしたなんて方も結構多数いらっしゃいまして、このね咀嚼音に関しては前回の動画狙ってこう強く出したというよりかは、やっぱりねこのカメラとか離れたりとかして、もう本当に意識しなくてもね、カメラをこう遠回しでもこう声がね均一に入るようにピンマイク一本で撮影に臨んだんだけれども、確かにねこうキッチンをね移動して回ってる時はピンマイク優先でね、音声を今後も撮っていきたいなとは思うんだけれども、ただね食べるシーンはやっぱりあそこまでこう個人的には、今回のシリーズに関してはね咀嚼音なくてもいいかなっていう気もしますので、今後はですねこう食べるシーンはガンマイクとピンマイク、まあ胸元につけるものとカメラにつけるマイク両方セットいたしまして、まあある程度ね使い分けをして、咀嚼音の部分に関しては抑えつつ、ボソボソと、まあ本当にね一人で食べてるような感じで撮ってるので、ボソボソっと喋るんですよ。そういったものに関してはやっぱりガンマイクで撮りきれない部分があるので、そっちはねピンマイクを使いつつみたいな感じで、この音声をスイッチング、交互にね変えながらいろいろと調整をしていければなぁと思っております。はい、まああれに関してはねこう苦手な方が出ないようにというか、誰しもがねこう楽しめるこうゆったりまったりとした大食いを目指してね、そんな動画にしていきたいと思いますのでですね、今後も、これからまだまだ試行錯誤していきますが、家シリーズね、どんな感じになるか、どんな変化をしていくかね、一緒に楽しんでいただければと思います。はい、ということで本日の雑談コーナーはこのあたりで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。